もやりますけどね。あー、わかるわかんないですよね、やっぱり。みんなもやるんだよね。Thank you.
だけで映ってないもん。だから、カメラ見えるぞ。まあ、いいんだよね。ありがとう。高くはないけどね。実際の数が多いよね。大人になってますよ。はい。
がないから。ないでした。
最終機会4回に入ったら、ね、4回だけで40本40本だ。裏が負け取った。表が長かった。表が4点だ。裏が負けた。3点だ。表が長かったな。最初から最終回だけやりたかった。ぐらい。凌介今、西脇君ね。いや、僕は西脇君。向こうは何ですか？どうされるか？西脇君。こっちはこっちは、まだ長岡です。状態でも結構
今、最初だけ5万、最初だけ。ベンチマークしてください。
両チームベンチ前に並んでください。まもなくバルコンプレゼンツ第1回ポップアスリート広島ワンデイトーナメント決勝戦を行います。決勝戦に先立ちまして両チームスターティングメンバーの発表を行います。名前を呼ばれた選手は元気よくラインに走り出してください。先攻山本少年野球クラブ、1番ファースト郷路幸太郎、背番号7。もっと元気よくベンチの方を向いてください。そう、2番ショート大島匠、背番号33番センター高崎レイヤ、背番号24番ピッチャー後藤田直也、背番号15番レフト山形亮介、背番号46番キャッチャー沖正空、背番号57番セカンド白石陸、背番号68番サード今田真人、背番号119番ライト綿船浩太、背番号8。控えの選手も一緒に並んでください。続きまして高校宮内少年野球クラブ、1番サード浜谷浩太郎、背番号162番センター上村和樹、背番号123番ピッチャー渡辺優斗、背番号94番キャッチャー日本松翔也、背番号155番ショート名越流星、背番号186番ファースト小田雅也、背番号237番レフト大野光成、背番号228番セカンド松下瑞希、背番号219番ライト小田有瀬、背番号19控えの選手も前に並んでください。まもなく決勝が始まります。Thank you.
レスのご案内が。お疲れ様でした。アウト。はい、今も見れる、今も生で配信します。Yeah.
Thank you.
そう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 。
できるように。ライトが14番に変わります。ライトね。はい、一種もがない。おいらーい、行けません。行けないよ。あれ見たらね、本当に動いてなかった。そうそう、これやるみたいな。Thank you.
Bye.
った今の一球は。思った。おお、正面に来たよ今。どうこう。
中日やってお、これ大きいになってくるな。
ない。それはあるかも。リプレイはですね。
そうなんですよ。もうね、ね、プレーがね、もう終わっちゃったんです。わーって帰ってゆっくり見ます。すいません。見ながら帰ってください。Thank you.
りだ。じゃあ閉会式を行います。表彰式を行いますので、優勝チーム、ホームプレートから一塁側に、準優勝チームホームプレートから三塁側の方へ横一列に並んでください。これ取って、監督コーチの方は、三塁側の方へ
で、あと役員ご来員の方、あと運営員一塁側の方へ整列お願いします。はい、それでは皆様お待たせいたしました。ただいまより表彰式を行いたいと思います。バルコムグループプレゼンツ第1回ポップアスリート広島ワンデイトーナメント表彰式を行います。それでは優勝した宮内少年野球クラブ2名前に出てきてください。それでは優秀選手賞、山本少年野球クラブ高崎玲也君。皆さんお疲れ様でした。ちょっと天気があのあいにくの感じもありましたけれども、こういう形で無事終えてあの本当に良かったと思います。私のですね、実はあの子供はサッカーの方をやっておりまして、野球、少年野球をですねこれほどあのじっくりあの見るということはなかったんですけれども、本当にあのレベルも高くてですね、最後の決勝戦はあの本当に連携プレーもできていてですね、これぞ野球という感じで、あの私も非常にですね感心して、見させていただきました。あの大変あの楽しかったです。ありがとうございました。あのまたですね、チャンスがあれば来年もですね
我々の方で共感をさせていただいて、まあ、応援をさせていただきたいなと。で来年はぜひ、今年は8チームの参加というふうに聞いてますけれども、もっと倍もですね、出てもらえるような大会になればいいんではないかなというふうに思います。で最後ですね、決勝戦もしっかり、ユーストリーム放送のですね、動画撮影ということでできておりますので、お帰りになってからですねアクセスをしていただいて、ぜひもう一度振り返っていただければよろしいんではないかなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。一言お礼とご挨拶本当に朝早くからですね、そして、新バタ、そして、ポッパースリーとベルコムさん、いろいろお世話になりました。ありがとうございました。今社長が申されましたように、この大会がですね2回3回4回と続いて、そして子どもたちのね大きな目標になればいいなとこういうふうに思っております。そして、まあ、口々に、皆様の、技術の、すごさ、皆さん感心いたしました。私も、すごく上手だなと思いました。これからも精進して、立派な選手になっていただきたいと思います。皆さんどうも今日はありがとうございました。保護者の皆さんありがとうございました。はい、朝早くからですね本日はお集まりいただきまして、五日市少年野球協議会の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。途中雨にも打たれましたけれども、なんとか無事に一日終えることができました。皆様のご協力があってのことです。この大会まずは1回目ということで、やりました。来年第2回を目指してですねまた我々も頑張っていきたいなと思っている所存でございます。多くの皆様また帰られたらですね、先ほど伊田常務もおっしゃってました、必ずぜひね今日の雄姿をもう一度コンピューターで、インターネットでぜひ確かめていただければと思います。それでは簡単ではございますが表彰式を終わりたいと思います。皆様どうもご協力ありがとうございました。はい、選手の皆さん解散してください。あれは行くところはみんな分かってるんだね。これも持っていっていいんですよ。
もう上はまあ、上これは家族の、あ、はい、ありがとうございます。マスクもろそちょっとトイレに行きます。誰が始まるんですか。誰か行った人がいいか、誰か行ってないで、なんか見てくれると嬉しいです。結局3枚ちゃいます。ちっちゃいな、じゃあなんかバラも集まらなくて、みんなだなって感じで、あれ合計でも1200円とか何を言っているのか分からない。あれの合計ないとか、黄色い箱はどこなんですか。これ逆にもう本当にうちの宣伝につながっていってるので、そうです撤収です。今日はね、朝の4時集合でした。4時から撤収しております。編集しません。ああそのままが、そのままです。今生放送、はい、生配信流れてますので、はい、何試合すべて、はい、ここの、ここのこちらのコート全部、はい、ここの流れてますので、はい、流れました、はいはい、じゃあ、あの、こっち使ってください。ありがとうございます。何からどうしていいのか、まあ、そうですね、はい、僕も分かんないんですけど、はい、こんだけあるとね、はい、というところで、配信の方はありますので、今日はですね、バルコムグループプレゼンツ、真ん中入っちゃった方がいいんじゃない、はい、僕スタッフですから最後なんで、あの、そうです、はい、バルコムグループプレゼンツ、ポップアスリートワンデイトーナメント、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございました。長時間にわたって、野球の中継をいたしましたが、本当に素晴らしいプレーが続出で感動しましたよね。レベル高かったですね、はい、本当感動しました。見応えのある試合でしたね、どれも。でも私ね、やっぱりね、審判の人が、あのプロだとこんなに野球が締まるんだっていう、ね、確かにありますね。今日すごい、はい、あの感じましたね、あのいい経験をさせてもらいました。これを機に、はい、少年野球も見ようかなという気持ちに最近なりました ね。今日なりました、はいはい、また次回もぜひあれば、はい、やりたいですね、はい、ぜひ、あの、前田さん、古谷さんに応援してもらいながら、また、いい映像をお送りできたらなと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ありがとうございました。また、さよなら。しゃあ。ありがとうございました。と、こんなことやっております。設定してもらって、うちらの本当にすごく感じました。世界これ世界中で見れますんで、ありがとうございました。水さばけた、だいぶまだ残ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当残らなかった。残ったらあれ持って帰る、あの、低いところ。